ランプキンレーンハードンフィールドにてヘビーメタルスージーちゃんでやっていきます。これね、仮面だけあのジョーやっけ、あのめちゃめちゃブラックメタラーみたいな感じの格好をしてる人の仮面だけつけてきて、あのパーカーかぶってます。でこの状態だとこれ女の子なんで基本スージーちゃんなんですよね。ジョーのコスプレをしているスージーちゃん、ジョーの仮面を借りてきたスージーちゃんっていう状態になっております。そしてちょっとね、最近ね開幕ルインを見ることにするようにいたしました。はい、ちょ回ってるね。 おった、あよかったん、ああそこにもおる、あかん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 、この辺におるやつはちょっと排除しとかないとあかんので、オッケー、そういう感じでいきます。この子やね、ちょっと追うよ、おいっすおいっす、こんにちは、切らせてくれ、よしよし、あいた、あー前か、うん、しゃあない、今のはね、よし、これで視線切って、今回はちょっとクンクンでいきます。今回のアドオンなんですけれども、ミックステープ2つで、あの1回深手のサバイバーを強本できると半分減るので、2回、合計3回か切れば倒れるような状態にはなっておりますと。なので今度は基本的にはチェイスをこうやって切ったりせずにガンガンザクザクに切っていく、ザクザクスージーちゃんで、ザクザクリージョンちゃんでやっていこうかなとは思います。今のはちょっとね、なんか板を当てられたので、ああいうタイミングはサバイバーががっつり遠くに離れるチャンスなので、逆にそれを逆手に取ってチェイスを切るチャンスとこっちは見てね、やっていくと。まあそこは臨機応変にやっていきたいなと。そしてルインには誰も来てなくて、こっち行ってかな、来てないな、 OK、 よし、なんか来てる反射的に発動させてもたけど、これ絶対届かへんよ、お届く、届かんな、うんね、ちょっとね、願いを込めてね振るとね、意外と届いたりするときもあるの、ね、おぎる、オッケー、これはでかい、おいで、ドッグンドッグン来てるね、うん、ちょっと戻ろう、オッケー、ほらこれでかいぞ、ええぞええぞええぞ、え、こっちじゃない、こっちこっち、うん、よし、3人負荷でこれはかなりの遅延になる。さらにこの人をちょっとこのまま追わせてもらって、やっぱね、あ、間違えた間違えた、ちょ反射的にね発動してしまう時があるんですよ。今のは普通に直接切れたタイミング的に、あー今のミスやな、こういうミスがねまだまだちょっと多いんですよね。強本できるか普通できるかっていうね、反射的に強本状態になってしまうんですよ、なんかそう、サバイバーが負傷してない状態は絶対強本で切ること、うん、普通に切るのはもうまずいとしか言いようがないので、美味しくないので、そう、健康な相手を切るときは絶対に強本なんですけれども、怪我してる相手は状況によってどっちで切るか使い分けなあかんからね、そこでね反射的に強本しちゃうのは弱いよね。うっす、これは直接切れるかな、でもオッケー、板あったからね。んでヘルプに来てる人がいないかちょっとチェックしたいけども、ヘルプに来てなかったのでこの上の人をやります。ちょっとこの発電機守ろうね、蹴って、もう一人おるのは分かっているんだぜ、こっちか、おらんな、あれって、あー来てないか来てるかなって、完全に来てんじゃねえって思ったよ、おー来てたわ、オッケー、これであの人行くかな、うん、オッケー、これはめちゃめちゃいいペース。あのね、まあちょっとドトンデルになっちゃったんですけれどもね、このキラーもね、やっぱね、ちょっと1人減らさないときついですね。あの釣りペースがその20秒ぐらいっていう、ある程度のペースでは釣れるんですけれども、とはいえナースとかビリーみたいにもうバンバン釣っていって、あの早ければ2人同時釣りとかできちゃうじゃないですか、あのキラーね、リンちゃんもしかりなんですが、そんなことは
なかなか相当サバイバーがヘマしない限りできないキャラなので。ってなると一人ずつしか釣れないってなると4人だとね、やっぱ助ける人、追われる人、釣られる人で、もう一人がねもうめちゃめちゃ自由に発電機バンバン回せちゃうんですよね。うん、なのでちょっと移動にも使っていきます。はい、あの上来てるかなね、3人戦闘きついですね釣りペースなんやろ、極端に遅くならないけれども、ただ極端に速くもならないっていうね割と平均的なチェイス時間になるキラーなのでだなというふうに僕は感じたので、うん、結構3人にしてしまえばこの釣り速度でもある程度仕事する人が、発電機を回せる人がなくせるかなと思ってます。ここはもう残り3人になったので、まんべんなくというか健康の人をどんどん切っていって支援させていこうかなと思います。で、まあこの人を追って普通に追って普通に切るっていうのが今回のザクザクスージーちゃんの目標でございますよ。ああ今のはダサい、今の本当にダメ、本当にひどい。いやー今のダサいなー窓越えた勢いが良すぎて落ちちゃったね。オッケーもうちょっと早くチェイス終わらせたな。まあまあ最初のアドバンテージがねあるから全然まだまだいけんねんけれどもこれね、うん、最初がうまいこと言ってなかったら普通に今の時点で残り発電機2とか1全然あり得る状況なので、そこで今みたいなことやるともう致命傷にしますよね。いやいや、まあもっと練習していかなあかんな、細かいミスをねなくしていかないと。結構やってんな、やっぱ進むよな。おい直してたらあかんで、ベイビーメタルが来たで、お前の横でヘビーメタル歌うで、ベイビーメタルみたいになりますね。おおおったよっしゃ、あっこれ少々使っても次当てられるのがいいような。そしてまあこの人を次落としましょう。うんー、どうかな、ちょっとゲージが、よしいける、オッケー、よし。まあこんな感じでザックザク切っていくのも気持ちいいんですけどね、うん、とはいえチェイスに一定の時間はかかるよ。何なんか今変やったよ。まあいいや、はい、ちょっとここ割っときます。てんてん、ほいでほいでほいで、どの発電機見に行こうかな、あの下かな、右に向かってたけど、あれがバベチリ回避だとすると、あ、おるわ。どうしようかな、救助に向かって出そうなんだけど来てないんかな。ちょっとねあそこもかなり回ってるのでちょっと見ときたいんですよね。蹴っといて、あでもすぐ来そうやけどね、ちょっとドンと戻る、これ救うかな。パトカー越えたぐらいで救われると見た、当たったまあアウアウなった瞬間やったからねっていうのはあるけど、当たった。でもね、なんか今ぐらいのタイミングで使われる人多いんですよ、なんか今日は。なのでたまたま当たりました。オッケーオッケー、よし、健康な子を襲えるのはいいね。この子を回復してくれるので、回復する遅延になる、いいぞ。ここリージョン君難しいよね、回復しなきゃしないでさ、今観客つけてるから心音 16m、 まあ今 18m やけど、レベル3の観客だったら 16m で近寄ってくるから、うん、油断してると負傷で修理してるとね、普通に、あ、おお危ねえ普通に切られて死んだりするから、負傷状態で直すべきとも言い切れないところが難しいところやね、選択肢として。よし、 OK、 ペース的にはまあまあリージョンのペースぐらいの釣りペースですね。
これだと微妙にちょっとずつ治っていくねんな。だからね、結構これ試合長なるな、こっから。誰か、ちょっとこっち気になる。やってなかったか。どうすっかな、あそこ見に行くかな。まだやってる気すんねんな。あそこ一人救いに行って、一人直さんと、ね。おるわ。普通にちょっと死人できるまではちゃんと追わないと。標本モードね、敵当に打ち出すとすぐ見失うからね。ちゃんと敵取られた状態でも見失うことあるレベルやのに、ね、よっしゃ。それはさすがに見えとる。近づったろ。オッケー、これでかいね、うん、あんまりゴリッとキャンプする気はないんやけれど、まあ近づっといたら単純に救いに来るチェーンになるし、パベチリ見えへんし、いやー長なるな。ザックザクスージーちゃんが何回も見れるというね、何回もできるというポジティブに捉えていきたい今日このこと。しかしこのジョーのヘビーメタルお面つけて、あ、何回も何回もサバイバーを切りつけて殺す、しかもずさんな肉屋をつけていることにより血しぶき出まくるって、ほんまスプラッター感はすごいな、それだけ聞くと。ただその感覚もっと早よしてくれとは思うけど。ジュカ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 みたいな。一度に3回切れるみたいな、ね、そんな必殺技とか持っててもいいのに。ああ寄ってきた、なるほど、これはああ救うということか、なるほどな。なんかターゲット取りをしてくるタイミング、おこういうのがあんねん、マジで。どこ行った？そう、足跡見えないとさ、1回旋回外されるとさ、こういうのがあんねんよマジで。いやほんま下手くそなんですけどね、下手くそなんですけれども、これ難しいわ、これちょっと致命的やな、今誰も見つかってない状態、これちょっときつい。ちょっと後ろから、うーん前から、まあ発電機も普通に周りに行くしかないか。おったわ、よかったよかったやけど、結構遠いところで気づかれたから、これ追うの大変やな。頑張りましょう。身から出たサビ、自分のせい。うん、でこういう時は割りつつチェイスを切ってクンクンおいで、警察犬おいで、クン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 して、半分を切ってくれれば、あとは殴るだけ。お、なんか外まで行ってるね。よしよし、 OK OK、 あデッドハードか、なるほど、ダドンしましょうか。うん、デッドハードには強いよね、やっぱスプバに弱いな。なんでリージョン対策としてはスプバよね、まずね。で、あの1回のチェイスがなんかサバイバーの上手い下手にあんまり関わらず、ある程度一定なんですよね、このキラー。結構クンクン追いされたら、割とどんな上手い人でもどうしようもなかったりする時もあるので、なのでチェイスの回数を増やすっていうのがリージョン君の対策のポイントになるかなと思うので、 OK、 ちょっと待ってね。ういで、これは普通に折って、ちょっとザクザク数字ちゃんでいきましょう、もともとのね。ウイス、もう一回切らしてや、ザクザクいかしてもらいますからね、そのずったんずったんになった体家に飾らせてもらいますわ。スージーちゃんはミンも好き。よし、よいしょ、やっとミンも行ったな。それであと2人か。ほんまに1人ずつ三角形に釣っていってる感じになってるな。そうそう、なんでボロータイムとかね、少々でも無理にでもサバイバーを助けられるパークは結構レジオン対策にはいいんじゃないかなと思います。リージョン対策
ただね、これ普通にいけるね。デッドハードなかったんやっけ。まあいいや、デッドハード使えなかったんかな、疲労は。疲労的に OK。 おいで。そうなんで、スプーバーボロ体、あとは隠密、まあそもそも見つかっちゃうとある程度の時間でやられちゃうので隠密が大事なので、あとは都会の逃走術とかアイアンウィルとかその辺になってくんのかなと。で、まああとはあれですね、身も蓋もないんですけど、おっと、やった、オッケー、全滅できそうですね。よいしょ。身も蓋もないんですが、あの DS に非常に弱い彼なので、あのディサイシブストライクはどのキラーも嫌いなんですけど、この子は1回のチェイスがその DS 食らった後もまた、あの20秒チェイス、20秒以上のチェイスをやり直しなんで、 DS 大嫌いですね。なので対策としてはもうボロ対 DS ね、スプーバーとか積まれたらめっちゃ嫌ですけど、まあリーロ君ね、ちょっと今日サバイバーちょっとやってたんですけど、もう減ってるよね割と見限っちゃった人多いかもしれないです。ちょっとね、なんかトリッキーな嫌いですね。なんか時間かかるから楽しくないっていう気持ちもわかる。まあでもね、なんかいろんな使い方できるし、ちょっと面白くなってきたなと僕は思っているので、ぜひとも皆さんもリージョン使って、いろんなリージョン君を、ジョー君を、スージーちゃんを、フランク君を、あと一人忘れた、ジュリアったを発見していきましょう。というわけで、ご視聴ありがとうございました。また見ていただければと思います。はい。